スリランカ人民自由同盟は2019年に結成されたスリランカの左派系政党連合。現首相、マヒンダラ・アージャパクサが党首を務めるスリランカ人民戦線とスリランカ自由党、その他15の小政党により構成される。2019年10月31日、SLPP や SLFP を含む17の政党がスルプフの結成に署名した。 構成する政党は以下の通り。二千十九年大統領選挙では SLPP 候補のゴーターバやラージャパクサを推薦して勝利し、二千二十年の国会議員総選挙でも二百二十五議席中百四十五議席を獲得して勝利した。パスマラ・レヒル・ SLPP ・ SLFP2 コンテストポールズ・フロム・スリランカ・ニーデズ・ポズジャナ・サンダナやザ・デイリー・ミラー http://www.dailymirror.lk <笑い>スラッシュブレイキングニュースュ。slppslfp2 コンテスト。ポールズフロムスリランカニーデ列ポズジャナ。サンダナヤ。108から18万3千2 5 9 2020年2月19日。閲覧。ビジネストゥーデイー。I Believe in the SLFP。 ビジネストゥデイ ,LK,2020 年12月10日閲覧。リ・ナショナライジング・ニューエコノミック・ポリシー。2020年12月10日閲覧。プリベント・ビシャス・サイクル・フロムリ・エマーチング・アフター・エレクション。p a c e s r i l a n k a o r g ザ、ナショナルピースカウンシルオブスリランカ、二千二十2020年12月10日閲覧。 The Politics of Demonizing Federalism and Depicting It as Separatism. コロンボスリランカ Daily Mirror。2019年10月31日、閲覧。パラドックス・オブ・ポホツは S ・アンチ。アメリカニズム・ウィズ・ユーエス・ソフト・ディプロマシーン・ロンケン・ポリティックス。コロンボスリランカ、The Sunday Times。2019年10月31日、閲覧。西浜トール。 スリランカ総選挙大統領派勝利で対中接近が進むか。第一生命経済研究所2020年12月10日閲覧。ありがとうございます。